今回から4回にわたってフットサル指導者の鈴木隆二さんにお話しいただきます。初回の今日は高校時代のブラジル留学についてお話しいただきます。それでは隆二さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校時代のブラジル留学、きっかけを教えていただきたいと思います。はい、小中と J リーグの下部組織、小学校の頃はヴェルディの下部組織、中学の頃はマリノスのジュニアユースでプレーをしていたんですけども、高校に上がる前の段階、中学3年生の時にですね、ブラジルの短期留学、夏休みを利用した短期留学というのがあって、それに行ったのがきっかけでした。プログラムからまずスタートっていうところだったんですね。そうですね、やっぱりプロサッカー選手になりたいっていう強い夢というか思いがあったので、その時に当時やっぱり世界ナンバーワンだった94年のワールドカップで優勝したブラジル、まあ、そこへの思いっていうのは非常にあって、夏休みの短期ですけども、一度行く機会があったので、もうそれに行ったっていうのがその後のブラジルサッカー留学につながるところでした。その短期の時に今日ブラジルいいなって思われたからやっぱ高校で行こうってなったわけですよね。そうですね、中3のその夏休みでしたけども、もう1ヶ月ブラジルに行って戻ってきた時には、親にですね、もう高校には行かずにもうブラジルに行くっていうのを親からしたらもうめちゃめちゃびっくりしないですか？そうですね、海外の経験を1回でもしてもらいたいって思いはあったと思うんですけども、まさか行かない、高校に行かないでもうブラジルに行くって言い出すとは思ってなかったかもしれないですね。そうですよね、そのまあ、かなり気にブラジル気に入ってってところだと思うんですけど、それはどんなところが隆二さんとしては良かった？はい、日本で、まあ、中学プレーをしていた時っていうのは、やはりその勉強っていうのが中学に上がった段階で非常に、大事になってきてるっていうのもあって、学校でも、まあ、先生に勉強しなさいって言われますし、家に帰っても、まあ、親であったりおばあちゃんであったりに、まあ、勉強しなさいって言われるし、で今度は自分の大好きなサッカーを、まあ、練習しに行っても、やっぱりそのすごくいい指導をしていただいてたんですけれども、やっぱりこういうプレーをしなさい、こういうのがいいってことをすごくこう言われて、何かこう自分のこう大好きなものも含めて自分の人生をこうなんかいろいろとこう人にこうしなさい、ああしなさいって言われてる感じがすごくあったんですね、うん、自分の意思で動いてないというか、こう周りに合わせていくっていうところが、そうですね、なんかこう自分の人生の責任を自分が負っているという感じが何かしなかったっていうのは正直ありました。なるほど、はい、確かに小学校中学校とかだと、まあ、そうなりますよね普通は。はい、でそれがブラジルに行ってみたら、ブラジルってこう練習休んでも、うん、例えば体調が悪くて練習休んだとしても誰も何も心配してくれないというか言ってくれなかったんですよね。ほう、だいぶ日本とまた真逆というか、うん、はい、なので本当に自分自身が自分でこう何をすべきか、何をしたらいいかっていうのを見つけて決断して、そして実行していくしかない、うん、周りの人たちはその道筋をこう作ってくれるわけではなくて、君がやりたいと思ったことに対してはできることはサポートするよっていうスタンスだったので、誘導してくれるってことがなかったんですよね。じゃあもう自分で 見つけていかなきゃいけないと、主体性を持って行動しなきゃいけない、はい、そうですね、はい、でその後高校時代3年間ずっとブラジルにいた、はい、約3年半ブラジルにいたんですけども、はい、ビザの関係で1年に1回例えば延長手続きとか、うん、そういうので一時帰国はしたんですけれども、はい、やっぱり日本に帰ってきたいというか帰るってつもりはもう本当になかったですね。こう3年間気持ちを保てたからこそ一時帰国はあれども途中で日本の高校に入るってことはなかったっていう、はい、やっぱり一度自分の意思でスタートした、挑戦し始めたものっていうのはもうとにかく自分が納得し尽くすまでやりきらなければいけないっていうふうに思っていましたので、なんとなくここまでやれたからとかではなくて、自分がもう本当に自分の持っているその限界をやりきった上で結果がどうだったかっていうところまでは最後までやらないとというか、うん、やろうっていうふうな思いでやってましたね。こう全力をじゃ出し尽くして、まあ、多分日々自分の限界と向き合ってっていうところだったと思うんですけど、まあ、その中でこう一緒にプレーする相手はまあブラジル人で、自分と隆二さんとはもともとの文化だったりっていうところが違う中で、まあ、そういう選手と一緒にブラジル人の選手と一緒にプレーをしていかなきゃいけないっていうところだったと思うんですけど、ブラジル人と日本人との間に感じた差みたいなものがあれば教えてください。
僕がプレーをしていたボタフォゴというチームは、同い年に元 FC 東京ガンバ大阪でプレーをしたルーカス、オリンピック、ブラジルのオリンピック代表にも選ばれた選手で、ロナウジーニョとかと同世代の時の代表に選ばれてるんですけども、うん、彼はもともとチームメイトで、あとシシーニョっていう、レアルマドリーだったり、ローマでプレーをした右サイドバックの選手、彼も、同じカテゴリーにちょうどいてプレーをしたことがあるんですけども、うん、当然彼らの才能、タレントっていうのはすごく素晴らしい能力があって、圧倒的なこう能力を発揮はしていたんですけども、僕が一番感じたこう歴史の差というか、ブラジル人のその本質的なフットボールの強さっていうものを感じた大きな出来事があったんですね、うん、はい、どんなことがありました？当時僕ボランチをやってたんですけども、自分とポジション争いをしていた選手がいて、自分の方が最初レギュラーで出てたんですね。でもある時期から僕は彼に追い抜かれてポジションを奪われてしまったっていう経験があります、うん、でその時に、彼のですねパフォーマンスっていうのはすごく良かったんですけれども、彼のプレーをこう分析というか見ていると、ちょっと難しいシチュエーションの中で迷いのないいいプレーをしてたんですよね。監督からどうやって解決するかという方法を僕らは教えてもらっていたわけではなかったと思うんですよ、うん、ただその選手は非常にうまく解決していたので、どうして彼がそういう解決ができるのかと思って質問をしてみたんですね。ちょっと悔しかったんですけど、どうして君はそういうプレーができるのっていうふうに聞いたら、あのプレーね、あれはおじいちゃんに教わったっていう答えが返ってきたんですよね。おじいちゃんで、そのおじいちゃんにこう教えてもらったっていうのが僕にとってはすごい衝撃で、はい、僕のおじいちゃんは当然サッカー選手ではなかったし、サッカーさえもやったことないし、うん、はい、お父さんも極真空手の選手でしたからサッカーも全然やってなかった、うん、でもそんな僕の環境の状況から考えると、おじいさんからそういうこういう状況でどうやって解決していったらいいかっていうアドバイスをもらえるっていうのが、うん、もう言葉にならないぐらい、これ圧倒的な差があるなと、その時初めて、あ、歴史的な差ってこういうことなんだなっていうのを痛感しましたね。もうそれだけで積み上げているものが違うし、どの選手見てもというような状況なんでしょうね、おそらく。そうですね、うん、なのでもう一個ちょっと印象的な体験としては、アトランタオリンピックで日本代表が、ブラジル代表に 1-0 で勝った試合があるんですけども、はい、当時も僕ブラジルにいたんですけども、その日は、すごく親切にしていただいていた日系人の家でブラジル代表と日本代表の試合を見てたんですけども、はい、まあ、1-0 で勝って、うん、まあ、僕はもうすごく大喜びで、うん、その日系人の人の家から、ボタフォゴの寮ですね、はい、寮まで歩いてもうウキウキでこうすごく嬉しい気持ちで寮に帰ってったんですけども、うん、寮についてみたらちょっとやっぱ雰囲気が違うのが分かったんですよねもう殺伐としていたんですか？そうなんですよ、まさにおっしゃる通りで、はい、もうその門番というか守衛さんがいるんですけども、守衛さんの顔がもう違うわけですよね、はい、守衛さんがもう怖いんですか？怖いんですよ。もう僕を見る目が、出るときは、あ、どこ行くんだって、今日ブラジル代表と日本代表の試合だろうっていう感じで、こうもう当然ブラジルが勝つみたいな感じの表情だったんですよね、うん、でだからもうどっか楽しく試合見ろよみたいな感じで送り出してくれたんですけど、はい、もう帰ってきたらもう全然もうなんか睨むというか、もうなんか僕をすごい敵視しているような表情になっていて、それでもうあれちょっとおかしいぞこれっていうふうに思ったんですけども、まあ寮のこう部屋ですよね、にこう、まあ階段があるんですけど、階段上がっていって部屋がこう近づいてくると、まあいろんなブラジル人とすれ違うわけですけども、みんな僕を見る目が違うわけですよ。それで部屋についてみたら僕の部屋ではなかったんですけども、隣の部屋の扉がぶっ壊れてたんですよね。でもあ、これは何かあったなと。ありましたね、間違いなく。はい、なんかこう破壊された跡があって、きっとこれは日本代表が勝ったことがいいんだろうという感じで、はい、なんかそこもこうブラジル人のその一つの試合にかける、ブラジル代表にかける思いというのがすごくこう伝わってくる出来事だったんですね。そうですね、こう本当文化としてこう染み付いてるんだな、まあ、もちろんこうそのサッカーの組織だからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、それはなかなかのエピソードですね。そうですね、しかも翌日ですね、まあ、そうは言っても僕はやっぱブラジル代表日本代表勝ったので、うん、もうやっぱ気持ちは高ぶってるわけですよね。そうですよね。で翌日記念に新聞を買おうと思ったんですよブラジル新聞を、はいはい、で街に出てですね、キオスクがあるんですけども、うん、まあ、新聞を買いに行ったら歩いてる道で僕がすれ違う人を見れば
相手は必ず僕を見てるんですよ、ブラジル人の方が、はい、その僕を見てる目っていうのは昨日その守衛さんと全く同じですごい厳しい顔で僕を見てるんですよね同じ目をしてたんです、そうなんですよ、はい、ただですね、もう前日にそれを経験してたのでちょっとこう自分の中で気持ちいいじゃないですけども優越感に浸りながら、まあ日本勝ったからなみたいな感じで、まあちょっと気分よく歩いてたんですけども、うん、でもね、本当にあの車ですれ違う、僕自身は歩いてるんですけど、車ですれ違う人も、あの運転席っていうか運転手を僕が見ればその人さえも僕を見てるみたいな、うん、日本人に対してアジア系の人に対してすごくその日は注目度が高かった日だったんですね。で、あのいざそのキオスクであの新聞買うんですけど、うん、そしたらそのキオスク のおじさんがですね、あの僕が新聞くださいって、送信文くださいって言ったら、あ、いくらいくらって言うんですけども、その後僕に言ってきたのが、あのブラジル代表に日本代表は勝ったから、これからその勝利した日は日本も祭日になるなって言ってきたんですよ。えっと思って、いや、もちろん素晴らしい日だったけれども、あのそれによって日本が祭日にその日がなることはないよって言ったら、はい、言ったんです、はい、そしたらその販売してるおじさんがですね、なんで祭日になんねんの、おかしいだろうって本気でキレられて、でやっぱその時にいかにブラジル人がサッカーで成り立ってるか、うん、もう全ての人がサッカーを愛していて、サッカーの勝敗によって国が変化していくっていうのをこう体験させられた、そうですね、それもこう歴史というかもう文化に根付いてるっていう違いを本当に痛感させられた、あの衝撃的な出来事でしたね。なるほど、かなり逆境にいたと思います。そうですね、留学をするときに代理人をつけずに単独で留学をされていたということなんですけども、その時のクラブとの交渉というのはどのようにしていきました、はい、あのもちろん言葉的にはまだまだあの足らないところっていうのはあったと思うんですけども、でもやっぱりその自分で動かないとブラジル人の方からは何かこう誘導してくれるとか、そういうことではないっていうのを身をもって体験していたので、どんどん自分でこうアクションを起こしていこうっていう意識がすごくありましたね。クラブと話す時はポルトガル語になるんですか。はい、向こうについてから学ばれた。はい、ブラジル人とのコミュニケーションの中 で気になった単語があったり分からなかった単語があったら、とにかくそれだけ覚えておいて辞書で調べて、そしてそれを覚えていくと。なので1日10個から15個ぐらい毎日単語を覚えるっていう作業を繰り返してました。コツコツと日々積み重ねていって、はい、サッカーというある種国境を越えたものが一つあって、それを使いながらあのポルトガル語を勉強できるっていうのはすごいいいことですよね。そうですね、あとはやはりボタフォーの寮で生活をしていたので、ブラジル人と常に一緒にこう同部屋でもありましたし、食事もいつもあのブラジル人と一緒にいたっていうのもあったので、そういう意味ではコミュニケーションを通して自分が覚えた単語をしっかりとこうインプットアウトプットができたんじゃないかなと思います。最後にサッカーのプレー面について、逆境的な環境じゃないですか、そこで特別に取り組んでいたトレーニングがあれば教えてください。はい、さっきおじいさんから教わったってお話をしましたけれども、彼らがもう育成年代から16歳、17歳、18歳っていうふうに成長してくる中で、土台、ベースが全然違うなと思ったんですね。なので彼らと同じように与えられたトレーニングだけやっていてはやっぱり勝てないっていうふうに思いました。そこでご自分なりにアレンジしたトレーニングをしたっていうことですか。はい、やっぱりその彼らと同じようにトレーニングしていてはやっぱ勝てないっていうのがあったので、まず取り組んだのは、自分がピッチに立った時に自分のポジションからまず何を見て何を基準にしながらプレーの選択肢というのを決めていったらいいかと。自分がプレーをするためのガイドラインっていうのをもうひたすらこう紙だったりノートに書いて、納得するまでその項目を書き直したりするっていう作業をまず一つはあの取り組みとしてやり続けてました。まず自分の頭の中を整理するっていうところ。そうですね、今でこそこうゲームモデルとかプレー原則っていう言葉が言語化されていますけども、当時自分はそういう意識ではなかったですけども、例えば納得する項目というかガイドラインが作れなかった時っていうのは、もう5時間ぐらいずっと机の上に座って、あのこれからあれかなって順番を入れ替えてみたりとか、自分のプレーのイメージと、それからブラジル代表の自分のアイドルになるような選手たちのプレーをこう照らし合わせながら、作り直してはまたやってみて、作り直してはやってみてっていうのを繰り返していたっていう記憶があの今でもあります。モデルになる選手って多分ブラジル見たらもうたくさんいるわけですもんね。そうですね、もうほとんど毎日のようにテレビではあのサッカーの試合が流れてるっていう状態だったので、うん、もちろん当時だとロナウドとかリバウドとか、まあ、そういった選手たちがアイドルになるんですけれども、あの各ポジションにやはりスーパースターが、例えば左サイドバックだったらロベルト・カーロスがいて、右サイドだったらカフーがいて、
ボランチだったらドゥンガだったりセザール・サンパイオだったり、うん、違うスタイルを持った選手たちがいたので、そういう選手たちを見本にしながら自分のプレーのガイドラインっていうのを作ってきましたね。ありがとうございます。ブラジルでのお話をたくさん聞けたところでお時間が来てしまいました。リュウジさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回はスペインでの選手生活についてお話しいただきます。